向川岳は、埼玉県飯能市と秩父郡横瀬町の境界にある、山である。標高線51.7メートル。竹という山名がついてはいるが、採用は至ってなだらかで、のどかな雰囲気を漂わせる山である。山頂部は広く数個のベンチが置かれており、南側の名繰り、奥多摩方面に展望が開ける。また、山頂から、 わずかに西の方へ下ったところは、片栗の群落がある。荒川の支流、横瀬川の源頭の山でもある。標高約330メートル。西武池袋線反応駅、または JR 八高線東反応駅から、名号、または湯の沢駅のバスで下車する。所要時間は、約1時間。そこから前向川だけへ続く、尾根道へ入っていく。天狗岩を、 はじめところどころに、急坂のあるコースである。または、つま坂峠経由で行くこともできる。また、山伏峠経由で登る場合は、湯の沢で下車し、山伏峠から、尾根道に入り、全向川だけで名号からのコースが合流する。ここから30分ほどで向川だけに着く。標高約300メートル。西部秩父線や四角駅で下車し、登山道に入り、 双子山、焼山及び津田岩山を経由し、向川岳に至る。アップダウンの激しいコースだが、好天望地が何カ所かある。または、国道299号を、小丸トンネル方面へ歩き、このトンネルの手前で山伏峠への道へ入り、殴り元気プラザから登るコースもある。この他には、武甲山や大餅山方面からの尾根をたどる方法もある。 ありがとうございます。